アメリカのリチャード・ドーンブッシュ、ショートプログラムは7位ではありましたが、冒頭では見事な4回転ジャンプを決めました。その後に少しミスが相次いだというショートプログラム。ハーレムノクターンほか、ショートプログラムでは冒頭4回転は出来栄えの評価も非常に高い得点がつきました。4回転のトーループで転倒ですね。今日は転倒からのスタート。もう一つあります。トリプルルッツ、ここはトリプルルッツにしてきました。二つ目の4回転はやってきませんでした。あとトリプルアクセルの予定でしたが、シングルアクセルですね。コンビネーションスピン、ここで曲が変わって表情にも変化が出てきました。トリプルルッツ、トリプルトーループ、両方のジャンプ手を上げて飛びましたね、はい、非常に難しいです。同じアメリカのアダム・リッポンのお株を奪うかのようなトリプルアクセル、ダブルトーループ、ダブルルー、ここも手を上げました。演技はすでに後半に入っています。基礎点 1.1 倍というところでコンビネーションを連続で成功。トリプルループ、違う曲を並べて構成をしています。このフリースケーティング中盤から少し乗ってきたような、そんな印象もあります。トリプルフリップ、トリプルサルコ、
最後のスピン。演技後半多くの見せ場がありましたリチャード・ドーンブッシュ。グランプリシリーズ開幕前のフィンランド杯では羽生に次ぐ2位に入っているこの選手ですが、最初の4回転転倒、そしてアクセルジャンプもミスはあったんですが、本田さん、特に後半非常に乗ってきましたよね。そうですね、やはり 1.1 倍になった後半でトリプルルッツ、トリプルトーループ、そして3連続、はい、その他3つのジャンプを決めてますので、はい、最初の転倒がありましたが後半のジャンプで点数を稼いできてましたね、はい。まあ、予定では冒頭4回転のコンビネーション、2つ目が4回転の単独だったんですが、2つ目はやめました。これが最初のところです ね。回転はしっかり回ってると思います、はい。あとのトリプルルッツ綺麗に決めてますね。アメリカの21歳です。昨シーズンが少し不振だったんですが、2シーズン前は全米選手権でも2位に入っています。後半の3連続、はい、3連続のその3つ目手を挙げました。ジャンプを飛ぶ前なんですが、はい、非常に難しい動きをしながらジャンプを飛んでますので、はい、やはりジャンプ自体も飛ぶのが難しくなってきますよね、その中でも後半あれだけのジャンプを決めてきましたので、はい、非常に良かったと思います。ショートでは鮮やかな力強い4回転があって、そしてこのフリーでもそのジャンプの部分で非常に見せ場が多かったドーンブッシュ。2年前にはジュニアのグランプリファイナルで優勝しています。ドーンブッシュの得点です。 143.45、 自身のベストにはおよそ8点届きませんでした。ドーンブッシュ 210.89 という得点は織田に次ぐ現在2位です。